皆さんこんばんは。情報番組火曜日でナイトのお時間でございます。本日のトピックスは夫婦円満についてです。専門家の方をお呼びしてお話をお伺いしていきたいと思います。それでは中本さん、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、現在日本は深刻な離婚率を抱えております。なんと2組に1人が離婚するということになっているんですね。実際のところ尻に敷かれるといってもいろいろとあると思うんですけれども、中本さんとしてはどのような方法を推奨されていらっしゃいますでしょうか。そうですね、今回私がですね、トピックスとして用意してきたのは財政面、生活面、思いやり面、家事面というこの4つのカテゴリーを使って、説明していきたいと思います。まず財政面におきまして、私の方が推奨する内容としましては、まず一つ、財布のお金は最小限にしてカードは持たないということです。で、それからもう一つ、5000円を超える買い物は全て嫁に承諾を取るという、この2点を強くお勧めしたいですね。はい、まあ、背景としましてはですね、俺が稼いだ金は俺のものだというふうにね、豪語したくなる気持ちも、分かりはするんですけれども、稼いだお金というのは家庭のものですので、使う際にパートナーに確認を取るというのは、当たり前のことなんですね。この意識を持ちながら尻に敷かれていくということが非常に大事なポイントになってきます。いやー、私も家に帰ったら実践してみたいと思いましたね。それではまず VTR をご覧ください。こちら中本夫婦のご家庭を覗いてみましょう。ちゃまりちょっと出かけてくるわ。ホーリーさんと遊んでくる。あ、行ってらっしゃい。あれ、3000円しかない。お金、3000円しかないからちょうだい。いくらあるといいかな。多分ね、8000円ぐらいあれば足りるかな。通帳を嫁に預けて無駄遣いを減らすということが夫婦円満の第一歩。続いて高額商品を購入する際の心得。ねえ、ちゃんまり、うん、ちょっと来て。 iPad Pro が欲しくなっちゃって、最近ちょっといらんやら。なんで？だってすぐなくすじゃん。なくすけどさ、高額製品を黙って買ったら大変。私だって欲しいものあるけど生活のために我慢してるのにってなりかねないんですね。お金は2人の生活を支える基盤であるということを認識しましょう。いらんって、絶対いらんって。それちゃんと考えてよ。はい。続いて生活面なんですけれども、こちらもね、一つおすすめしたい方法があります。まず嫁の言うことには口答えをしないということ、これが非常に大切になってくるかと思いますね。というのもですね、毎日口答えをしているといざ本当に通したい意見があるときに意見が通りづらいんですよね。やはりね、結婚生活というのは政治的側面もありますから、普段から嫁さんの法案を可決しておくことによって自分が通したい法案ができたときに可決率が上がってくるんですよね。なので基本的に普段から嫁さんの言うことには口答えしないという、これが大切になってくるわけなんですね。いや、耳が痛い話です。私も家に帰ると結構嫁さんにね、口答えしたりしてるかもしれません。それでは中本家の様子ご覧ください。近くに美味しいラーメン屋さんできたけど、ラーメン食べ行く？っていうかさ、近くにね、その友達に美味しいピザ屋さんあるよって言われたんだけど、ピザ食べたいな。じゃあそうしよっか。いいな、ありがとうラーメンが食べたい。夫婦といえど食べ物の好みは違うもの。中本家では5回に4回は嫁の食べたいものにしています。はい。今日ピザ屋さんで本当にいいの？あ、全然いいよ。うん、小麦粉を薄く伸ばして焼いたもの全般好き。美味しいよね。うん、じゃあちょっと準備するね。はい。嫁と好みが違うものは友達と食べに行けば解決ですね。続いて、思いやりというトピックス。妻が欲しいなというもの、やりたいなということに関しては全力で応援をする。もう選択肢はこれしかないということです。女性というのは非常に現実的でシビアな考え方がありますから、そういった現実的側面からもいろいろ自分で考えて考えて考え抜いた末に、やりたいなと思うこと、それから、欲しいなと思うものが出てくるわけなんですよね。それを旦那に話す段階ではもうすでに答えは決まってるんです。やりたい、買いたい以上なんですね。旦那にそのやりたいことと欲しいものを伝えるということは、背中を押して欲しいということであるパターンが非常に多いんですね。具体的な案や、それから俯瞰的な考えを聞きたいわけではないんですね。否定するだけ無駄です。全力で嫁がやりたいこと、それから欲しいものは応援して、自分は黙って稼ぐ以上です。いや、確かにですね、男性としましてはこういう嫁さんの話を聞くとですね、ついつい真面目にこういい理由悪い理由みたいなの答えがちなんですけれども、まあ今言われる通り、基本的に背中を押してれば喧嘩にはならないかもしれないですね。は
頑張って黙って稼ぎたいと思います。それでは中本家の VTR をご覧ください。ここの美容室のさ、オーナーさんがめっちゃ上手らしくて、うん、ちょっと指名料プラスかかるんだけどさ、うん、可愛くなるってこと？そう、絶対可愛くなるらしい。じゃあ行っておいで。え、いいの？いいよ。そんな感じでいいの？いいよ。だって指名料かかるよ。でも価値があるんだろってみんな言ってる。じゃあまあ試してきたらいいよ。ほんと？うん、行っておいで。やった予約します。金はかかっても嫁が可愛くなるならいいじゃないですか。最後になりますが、家事面についてですね、基本的に家事というのは嫁さんだけに任しておくとダメなんですね。基本的に 20% から半々ぐらいの家事分担率がベストだと言えます。で、この際に非常に大切なことは、家事をやった旦那さん、俺家事やっといたよ感を絶対に出しはいけません。仕事から帰ってきて皿洗い、いやー嫁に気づいてほしいな、その気持ち痛いほどわかるんですね。でもよく考えてみてください。あなたの嫁さんは誰に褒められるでもなく、日々一生懸命当たり前のようにこなしている家事なんです。それを旦那側が自分が家事をやった時だけ気づいてもらいたい、褒めてもらいたいっていうのは虫が良すぎる話なんですよね。私だって毎日やってるわっていうカウンターパンチを食らうのがせいぜいのオチなので、まずは1ヶ月黙ってやってみてください。ある日突然嫁さんから、あ、やっといてくれてありがとねって言われますから。こちらも耳が痛いですね。私もちょっと家事はね、任せっぱなしにしてる部分がありますので、ちょっと自分を顧みていきたいなと思います。それでは VTR の方をご覧ください。それではまずありがちな悪い例から見ていきましょう。よしよっしゃ、よし、これで今日の仕事全部終わり。よし、ちょっと褒めてよこれ。うん、だって私も毎日やってるけど別に褒めてくんないじゃん。おう。続いて中本家の場合を見てみましょう。床綺麗だな。え、あ、あれ、あ、ない、あ、え、現れてる。大輔さん、はい、なんか家事やってくれた？うん、ありがとう、助かった。いいよいいよ、いつもありがとうね、家事こうやってうちの旦那素敵やわーっていう気持ちを嫁さんに自然に芽生えてもらうというのが、素晴らしい旦那だと思うんですね。ということで、今挙げた財政面、生活面、思いやり面、家事面、このトピックスをですね、全てやることができればプロの尻しかれ旦那と言えるかと思います。まあ、かくいう私もですね、 VTR を見ての通り家に帰ると非常に尻に敷かれる毎日です。でもこれは率先して尻に敷かれに行ってるので全く苦ではないんですね。まあ、むしろね、やはり普段から尻に敷かれておくことで、いざとなった時に嫁が自分のことを立ててくれますから、そういうふうに、あ、この旦那家でいつも私の言うこと聞いてくれるから外では立ててあげたいなと、思ってもらう旦那になる、これが家庭が円満になる方法だと思いますから、ぜひ皆さんも騙されたと思ってね、一度やってみてください。尻に敷かれる話を散々してきましたが、本質は相手を尊重して思いやろうよということです。相手への思いやりは自分が相手にかけてる思いやりの分しか返ってきません。ですから皆さんも好きな人にたくさんの思いやりを持って接してみてください。僕らもまだまだ未熟ですから、今後も幸せな生活が送れるよう頑張ります。はい、ということで本日は非常に勉強になりましたね。いやー、皆さんもね、お家に帰ったら奥さんのことを大事にしてあげてみてはいかがでしょうか。私もそうしたいと思います。さあ、それでは続いて、お天気に移りたいと思います。気象予報士の足立さん。それでは本日のお天気です。沖縄全域曇りとなっておりますので、もういいでしょう